私たちが普段何気なくやっているゲーム。ゲームの中では正解の行動でも、現実世界に置き換えて考えてみると狂気に満ちているものが数多く存在する。これは、そんなゲームにありがちな話を挙げていくスレッドである。ゲーム的には正解だが冷静に見ると気がいじみてる行動。他人の家に無断で入る。壁に向かって走る。他人の家に勝手に入った挙句壺を割ったりタンス覗いたりする。この鍵はもう必要なさそうだ、捨てる。ビキニアーマー。勝利した相手から金をもらう。ゴミ箱を漁り、その中にあった食べ物を食べる。師匠的な人、四角ボタンで攻撃、さらに連打すると連続攻撃だ。街の人が同じことしか喋らない。男3人、少女1人のパーティー、宿屋に泊まる。4方向にしか動けない。歩く人すべてに話しかける。毒の治療をするために教会に行く。死に生き返らせてもらうために教会に行く。転職しに神殿に行く。相手の行動を待って交代で攻撃する。効果のわからない薬でもとりあえず飲んでみる。でっかいブラックバスをそのままアタッシュケースに入れる。体力減ったらそれを食う。金を連続で踏むと自分の命が増える。身の丈はあろうかという巨大なキノコの化け物に向かって常人を遥かに超える跳躍力で飛びかかり踏み潰す。自分の仲間が生まれるはずの卵をぶん投げる。赤いキノコを食べると身長が伸び、その後茶色のキノコに足以外で触れると身長が縮む。緑のキノコで死後、復活が約束され、光る星に触れると全身が発光し、音楽が鳴る。最後はロタ。完全にメシアじゃねえか。アイテム数百個を持ち歩く。無敵時間を利用して体当たり。子供に世界を救うことを強制する王様。仲間が死んだら棺桶に入れて引きずり回す。よその宗教の神様を殺害。どう考えても危険すぎる場所で就寝。夕べはお楽しみでしたね、と客の部屋を盗み聞きする宿屋。街中の家に入りクローゼットを調べる。マグマをバケツに入れて持ち運ぶ。敵の能力をコピーするために敵を吸い込んで消化する。常にカメラ目線でフィールドや街を歩く。馬の糞と薬草を同じ袋に入れ、普通に薬草を使う。体力が少なくなったらその場で足踏み。ジムリーダーの前でレポートを書き始める。短パン小僧から徴収。生き物を瀕死状態のままほっとく。店のカウンターの前で今装備してる服を売り払い新しく買った服を装備させてもらう。ワームの肉やスクリーマーの肉で食いつなぐ。故障率 20% の練習をやらされ、故障したら消される。戦いながら飯食う。しかもそれで傷が塞がる。街だろうが屋内だろうが基本走る。これ、いつでもどこでも全力でダッシュするよな。